さあ、そういったわけでね、うん、まあ、一通りコーナー紹介、紹介終わりました、うんうん、ってただ、一人、一人残ってますね、皆さんね。さあ、カメラも映したね。あれ、あれでも前出したしな。そう、このクリスマスバージョンの流れで今まで来てますね、この、これも含め4人のやつ、ちょっと伊藤健人くんのやつは、ちょっと違うんですよ。なんだ、なんだ、あのね、やっぱりね、いろんな人、ほらコメントにも来てる。あれか、あれだ。めっちゃ来てる。そういうリクエストがすごい多かった。あの伝説となりました。そんな、あの市川での、まずあれは出しましたよね。へえ、カッカー出しました。出しましたね。その後もう一個伝説残したじゃないですか。あれだ、あれ、そんな毎回伝説残せるようなもんね。いやいや、もうコメントでめっちゃ来てるからバレてるんですよ。小道具使ったやつだろ。小道具たくさん使ってきたからな。ね、あのもう初登場で衝撃を与えた、テニミュー大石のテリトリーを、それを、はい、それを、本当はもう断片的にここからここまで見てもらおうと思ったんですけど、ちょっとこれなんか俺フルコーラスで見せてえなと思って、マジですか。ちょっとごめんケント、これフルコーラスでいいかな。いいんですか、フルコーラス流しちゃって、ね、もう本当皆さん1回だけですよ、ここで1回だけ流すんで。無断転載禁止、無断転載禁止だから、無断転載禁止。目に焼き付けてください。さあ行きましょう、伝説の大石のテリトリー。好きなんですよ。始まった、来た。これあのうちの父の私物のジャケットとテニスラケット。 そうなんですよ。動きがうるせえんだよな。広がる守備の領域は大石のテリトリー。なんてコンビネーションだ。何やともやるんですよ。めっちゃシュール。あいつの実力予測できない。歌は無駄にうまいんだけど、そういうのセリフで笑える。これ全員ですか。全員もやろうとしてるんだよ。嘘。なんだ、あのフォーメーション。守りのエキスパート大石を軸にあえて低丸を後ろに進め、そして相手の一番近い場所から状況を判断し、大石がゲームメイクする。それだけじゃない、2つのレーザーのうち1つを封じている。この動画、さっきから野球はレーザーを打てていない。感じさせるガンス。本当は今あたりで止めようとしたんですけど、ちょっとこの先も見てもらいたい。いや、これを見たい。あそこが好きなんだよな。どこだよ、どこだよ。大石のやつ、後ろが見えてるのか。確かに一方のレーザーは封じられました。しかし、ダメだロボ、今は踊りだ。君たちはまだ忙しいな。私のレーザーに触れることすらできてませんね。野球に真のレーザーを打たれる。これにて終わりです。アグバーだなよ、キックまでバブルだ。エコだ、どんまいやじ、次決めていこう。ダブルスの無限の可能性があるんだから、おーって、まあ、ボール。ちょっと疲れてる、ちょっと疲れてる、しょうがない。頑張って、頑張れ。お前の名はバリーだ。俺たちの想像をはるかに超えたな。まだ進化するだろうね。これでみんな座ってるやん。ゲームセット。いや、思い切りましたね。ありがとうお父さん、ありがとうお父さん。そしてすげえな、おいった俺、本当にこれマジで言ってますから俺。すごい、ね、素晴らしい、改めて。すごい、あんなことやりましたね。これですよ、ね。これ何が怖いって、これあの、うん、カッカやった人同じ日。そうなの。そうなんだよね。そう、カッカやった日に白塗りで登場して、その後一旦はけて、メイクを落としてで、これなんだ、アイドル縛りかなんかのコーナーだね。そうですね、モノマネじゃないんですよ。モノマネじゃなくて、これ、アイドル縛りかなんかでこれを出したという。
だから連続で伝説を出しちゃったんですよ。あのまさかあの時あの今後も出させてもらえると思ってなくて、うん、1回目で全部出し切ったあれ濃かったよね、一曲一曲がね。そう、いやだから、まあ、あんだけ爪痕を残したらもう次からも出さざるを得ないというか、やっぱりなんだろう、まあ、カラオケといえどもさ、あのやっぱり自己満じゃないじゃないですか、うん、このカラオケマックスっていうのは、うんうん、やっぱりもちろん好きな曲を歌ってるのも大事ですけど、お客さんがいるってことはあのそのお客さんたちにやっぱり満足して帰ってもらうっていうのが一番大事なんで、うん、その歌が上手いだったり、いろいろ大切な要素ありますけど、もう人を楽しませるとかね、うん、そういう要素がすごい大事なイベントなんで、うん、もうそれにまさに合致したというね。素晴らしい、うん、全てはお客様を楽しませるために。伊藤健人です大丈夫か今すごいな。でも私の中のアイドルの枠がちょっと広がりました。あ、そういいんですよ、だから広げて、もう全然、うん、そう自分の中のアイドルっていう、そういうカテゴリーでいいので、あ、はい、勉強になります ね、これからもし、うん、ね、あのまだ